これ最後込みじゃね。お兄ちゃん一緒にご飯作ろう。今日はね、いろいろすることあるんだ。何するの？いや、ご飯作るの。お兄ちゃん、サラダ作れる？え、もちろん。じゃあお兄ちゃん、サラダ係。ナナコは、目玉焼き係。やけどしないようにね。うわ、想像つくわ。ナナコがエプロンさ、つけてさ、なんかもう毎回夜ご飯とか作ってくれる想像が。お母さん死んじゃって、ナナコもお父さんも寂しいけど、でも、ナナコにはお父さんがいるから。だから、お父さんが寂しくないように、ナナコが頑張らないとね。いやもうナナコやばいってマジで。ナナコが嫁にでも出たら、もう、堂島は生きていけない可能性がある。そこまで可愛いと。なんかさ、結婚式でお父さんが泣くとか、そういうドラマとか映画で見るじゃん。と思うやん。ナナコ見てると、わかる気がする。こんなこと言ってくれてる娘がさ、嫁に出ちゃったらと思うとさ、なんかもうフラッシュバックして泣いちゃうよね、さすがに。お兄ちゃんも、家族だから、一緒に頑張ろうね。いやー、もう、頑張るよ。頑張ろうね。ねえ、なんか、おえつ、ってなっちゃうよね、多分ね。あれ、お兄ちゃんにあげる。え？何？何これなの？家族の写真？お兄ちゃんも家族だから、家族の写真、あげる。今度、お父さんとお兄ちゃんとナナコで写真撮ろうね。撮ろうね。お兄ちゃん大好き。長女なんですけど、弟と妹がいるんだけど、もうこんな可愛い妹、こんな、みこお姉ちゃんって呼ばれたこともないからさ、いいな、こういうのも。すごい、天使って本当にいるんだ。そう思えるわ。天使っているんだっけ。私に天使が舞い降りてるんですけど。ただいま。お父さん、お帰りなさい。今日ね、お兄ちゃんとご飯作った。サラダとね、いろいろ。で、洗ってきてね。早く座って。小さいお嫁さんやん、もう。ロリコンじゃないのよ。ナナコンなのよ。ナナコンである言葉のゆえんがもうすごい今にはもうめちゃくちゃ感じます。のにがいいんじゃないの。ナナコがいいの。だからナナコン。納得できますよ。その言葉に。ナナコがいいのよ。本当に。ナナコっていうこの一時もぶれない天使さ。尊いよね。正直。尊さを感じる。尊いって、このような。気持ちなんだな。そう思います。お前も親バカ、もとい兄バカだな。いや、これもうシスコになっちまいますよ。ありがとう。これでみんなと一緒だよ。ありがとう、お父さんお兄ちゃん。天使すぎる。ナナコンだよ。もうナナコンです。チャンネル登録よろしくお願いします。チャンネル登録、うん、お願いします。お願いします。